もうね、ハムとキュウリと卵のバランスが最高です。あ、そうですか。うん、まあまあ嬉しい。ロングタイムのモーニング。あ、そうね、はい、そうです。ヨタモサですね。松尾隆です。この花国やってまいりました。もうちょっと先行くと USJ あたりでしょうかね。ほんでここですわ。看板だけポツネンとあるんですけど、サファイアさん、コーヒー専門店です。コーヒー以外のものはないと思いますが路地入ったところですよ。ここにポツンとあるからね、あれお店ちゃうやんと思ったらそこでしたわ。赤いです。サファイアが赤いっていうことはどういうことでしょうか。あ、こんにちは。すみません、お邪魔します。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ こちらの方に。あ、ここですか、はい、はい。創業して54年、路地の奥に店を構える喫茶サファイア。お姉さんが始めた喫茶店を今は妹の節子さんが営んでいます。すごいいいランプですね。そうですか、ありがとう。これ年代物でしょう。そうです ね、 もうこれ貝です。貝ですよね、はいはい、貝薄くしてこうね、そうですね、透明になってるのが、へー、これねもう結構お値打ちもんですよね。そうですね、うん、今もうこんなやっぱりないんでしょうね、あまりね、見かけませんわ、あのこちらおすすめのというかですね、はいはい、飲み物はどういうの、う初心者としては、あのコーヒーしかないのでいろんなものしてたんですけどね、今はもうこうほとんどもう、あ、にコーヒー専門店に書いてますもん ね、さすが専門です。いえいえ、とんでもじゃあコーヒーいただきます。そうですか、はい、分かりました、ありがとうございます。コロンビア産やブラジル産の豆をベースにブレンドしたコーヒー、先代から変わらぬ味を守っているのだそう。いただきます、はい、どうぞ。あ、いい香りしてますね。ありがとうございます、はあ、わあ香り高い。そうですか、ね、ありがとうございます、喜んで、うん、あのコーヒー屋さんも喜ばれますわ。あ、コーヒー屋さん、あ、あの、ま、豆のシールの、はいはい、あ、そうですか。あ、おいしい。あ、よかった、コーヒー屋さんってその豆屋さんはどんなところを使ってらっしゃるんですか。そうですね、こういうところの、 あのコーヒー屋さんなんです。ハイファイコーヒーっていうところのね。ハイファイコーヒー、はい、ご存知かしらね。ハイファイ、ハイファイってことはつまりあのステレオシステムですね。そうですね、うん、演奏されたコーヒーっていう。だから豆さんにそのいい音楽を聴かせてるに違いますか。なるほど、焙煎の時にありません、日本酒の酒蔵でもなんかクラシック聴かせてね。はい、はあ、なるほど。じゃあこの確かに何か音が聞こえてくる。そうですか。あ、お庭がまたこれすごいですね。あ、ありがとうございます。綺麗というか和みますよね、こうやって。そうですね、そういうね、うん、お客さん喜んでいただいているのでね。ねえ。路地の奥にある店なので、少しでも開放的にしようと設けた庭。季節によって移り変わる景色を楽しめるのだとか。ああの、つかぬことをお伺いしますけど、はい、サファイアさんって、はい、青い宝石ですよね。そうなんです、うん、それがこのみんな赤一色になってしまって。そうですね、あのモデルテントも赤いし看板も赤いじゃないですか。そうなんです。これはなんかこう、あの、いや、そういうことじゃなかったんですけどね、まあ、姉がその綺麗なその宝石なんか好きだったものと、うん、それとそのあのタウンページね、今の電話帳、はい、昔の電話帳をこう開けたらサファイアの名前がたくさんあったんですわ。ほうほう、ほんで、あ、そしたらもうサファイアにしようかということで、ただ単純に人気の言葉やから、はい、サファイア、まあ、なんか響きがいいですね。ちょっとね、僕もね、はい、あの松尾隆しいやけど、でもマートターになってるのはね、はい、口開ける音にしてくれって頼んだんですよ。はいはいはい、それでね、マートターで始まる名前になったんです。そうですか、ええ、食べるものはどんなものを置いてらっしゃるんですか。あ、あのモーニングはありますけど、モーニングされます？あ、モーニング、じゃあちょっといただいていいですか。はい、わかりました、はい、すみません。
ほとんどそれがロングモーニングですので、うん、ロングモーニング長い時間的にね、はあ、だから一応1時までで、はい、モーニングさせてもらう。あ、1時までモーニング、それでロングモーニングサービスなんですね。そうなんですね。ロングタイムのモーニングサービス。あ、そうです。ロタモサですね。厚焼きの卵にマヨネーズ、ハムとキュウリで作るシンプルなサンドイッチ。普段のモーニングはトーストですが、第3金曜日だけはこのミックスサンドが食べられるそう。ミックスサンドイッチよ。今たって早くこんな作ってくださってありがとうございます。いえいえ、とんでもないです、お口に合えばいいですけど。いや、絶対合います。ほら、ぴったりです。そうですか。ありがとうございます。あ、おいしいです。あ、よかった。うん、もうね、ハムとキュウリと卵のバランスが最高です。あ、そうですか。うん、まあまあ嬉しい。出来たてでほんのりあったかくて、うん、素人作りやからすみません。ねえ、おいしいです。この皆さんよくいらっしゃるんですか。はい、月曜と金曜日にはね、はあ、必ず大体兄弟が集まって。兄弟。はい、兄弟なんです。あ、ご兄弟ですか。そうです。あ、常連さんやと思ってた。あ、そうですか。今日は常連や。常連なの。まあ、そうですね。それは兄弟で。それは週2回行きはるから常連は常連やけど。この店を創業した長女静子さんの看病を機に、毎週月曜日と金曜日に兄弟で集まるようになったのだとか。もうね、いい習慣ですね。そうですね、うん、はい、なんかね、健康状態とかね、お互いに報告して。そうですね。だから結構みんな兄弟やらみんな仲良くね、うん、やっておりますからね。いや、それは本当何よりですね。皆さんご近所の方もね、羨ましいなとか言って、いや、ほんまよく言っていただけますわ。僕は一人っ子なんでね、その辺のありがたさみたいなの羨ましいなと思って、いつもね、ご兄弟がいらっしゃる方。ああ、そうですか。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。気分が落ち込んだ時に何をしてこう気持ちを落ち着かせてたりするか、ちょっと教えてください。落ち込むことがあんまりないのでね。ほんまに無責任でね、気楽に生きてるから落ち込むことないんですけど、まあでももしそうなったら、その嫌やなという気持ちをね、文章にするといいんですよ。あとやっぱりまあちょっといつもと違う環境に身を置くっていうのがいいかもわからないですね。わかりやすく言うとね、旅に出るっていうのもいいし。今なんか目星つけてるところってあったりしますか。目星、近年両親が亡くなったので、だからまあそのふるさととか、生まれて一回も行ったことないんですよ。島根県の引見町っていうところでね、でこれすごいんですよ。金沢でトークライブやった時に見に来た会社の社長さんがいてて、で話してたら、生まれどこですかって言ったら、いや、あんた言っても分かりませんって、いや、分からんか分かるか分からへんから言ってみてよって。で、島根県の引見町って言って、ああ、うちの親父がそこですわって言ったら、嘘やんって全然信じくれへんかって。で、名前はって、名前父方寺戸っていう名前やって言ったら、その社長さん寺戸さん言うしてたんですよ。いや、親戚やということが分かってね。まあ、どうでもいい話でしたね。